2017年希望の党共同代表選挙は2017年11月10日に行われた希望の党の共同代表を選出するための選挙である。選挙の結果、玉木雄一郎が当選した。2017年10月22日に行われた第48回衆議院議員総選挙において小池由里子東京都知事が代表を務める希望の党は 定数465議席の過半数を上回る235人を擁立して政権交代を目指す姿勢を鮮明にしたが主犯指名候補を明示せず国会議員団を代表する共同代表も置かないまま選挙戦に臨み公示前の57議席を下回る50議席にとどまった10月25日の両院議員懇談会で小池は創業者としての責任があるとして 代表続投を表明する一方、共同代表について、国会議員に人事を一任する考えを示した。共同代表について、代表の指名によるとする、党規約を改正して年内に共同代表選を行う方針も確認され、大島敦志元民進党幹事長を暫定の共同代表とし、第195回特別国会後に、党規約を改正して、 共同代表選を行う方向で調整が進められた。しかし、速やかに党規約を改正して共同代表選を行うべきだなどとする異論が相次いだため、10月27日の両院議員総会で共同代表を当面おかず渡辺修元、防衛副大臣を主犯指名候補とし、党規約を改正して11月中に共同代表選を行うことが決まった。 規約検討委員会を設置することも決まり、10月30日に初会合が開かれ11月中旬に共同代表選を行う方向で、党規約改正案の策定が進められた。11月2日の両院議員総会で、党規約改正案と共同代表選出規則案が承認され、共同代表選を8日、告示、10日投開票の日程で行うことが決まった。 共同代表選挙に立候補することができる者は、当所属国会議員に限られる。立候補に必要な推薦人は8人で、当所属国会議員53人の約15%に当たる。当所属国会議員が一人一票の無記名投票を行い、共同代表を選出する。選出された共同代表の任期は、代表の任期に従い、2020年9月まで。 届け出順守3別50音順玉木は共同代表に選出された後、小池と会談して新執行部人事を一任され、11月13日に小池に人事案を提示して了承された。新執行部人事の承認を図るために開かれた11月14日の両院議員総会では、直前に小池が代表を辞任する意向を伝えたことを受け、 玉木を公認代表とすることが決まり、その他一家の通り主要人事が承認ないし報告された。なお、両院議員総会の承認が必要な要職に起用された者の,のうち、決闘メンバーは政策調査会長に就任した長島昭久元防衛副大臣だけで、大串陣営の推薦人はいなかった。また、玉木陣営の選挙対策本部長を務めた。 古川元久元国家戦略担当大臣が幹事長、細野武史元環境大臣が、憲法調査会長に就任するなど、安保法制や憲法改正に肯定的な、小池路線を踏襲する姿勢が鮮明な体制となった。11月20日の役員会で、特別顧問の役職を新設して、小池に就任を脱進することが決まり、小池は、 同日付で受諾したことを11月21日に発表した。ありがとうございます。